こちらの香水瓶をシェイクしてスライムを作っていきたいと思います。こんにちは、アジーンです。今回はこちらプープシースライムサプライズを開封していきたいと思います。では開封します。どこだっけ。あ、ここですね。わあだいたいミスります。だいたいミスっちゃう。どうしてかね、こううまくいかないんですよね。いきます。あらあら、うまくいかなかった。では一つ目いきたいと思います。スタートヒア、ユニコーンフード、スライムの元をゲットしました。これもすっごい可愛いですよね、パッケージ。ユニコーンフード。続きまして2つ目、ユニコーンマジック、スライムの色が変わります。3つ目、サプライズセント、スライムに香りをつけることができます。今回これ何の香りだろう。これ難しいんですよね、当てるのがね。そしてもう1つ、マジックスプーン。なんかすごいことなってる。スライム作りにあんまり使わないスプーン入ってます。でもね、これ何かに使えそうなので取ってあります。このスライムキット的には必要ない感じです。はい、そしてここロック解除したいと思います。オープン。お、今回もぎっしり詰まってます。まずこれがカップです。スライム作りの軽量カップ。ここまで入ってるから嬉しい。これがあれだ、スライム作るやつですね。なんかね、持ってなさそう。あ、これちょっと欲しいやつかもしれない。あれ、この形もしかして狙ってたやつかもしれない。怪しいぞ、これ怪しい怪しい怪しい。で、最後こちゃん来ました。こちゃん来ました。なんかね、もう一個入ってる。あ、ユニコーンスパークル、初だ。え、これレアなのかな。いつもね、これで終わりなんですよ。カラーチェンジ2個入ってます。やばやば。っていうことはこれノーマルじゃないってことですね。わくしゃくしゃだった。ラインナップと説明書です。いやー、ちょっとドキドキする。どうしよう、初だ初だ。ラインナップはこのような感じになってます。ダイヤがウルトラレア、星がレア、ハートがレギュラー。これはまあノーマルなんですね。で、ウルトラレアとレア。ウルトラレア結構少ないですね。これだけ。あ、ここにもいた。はい、じゃあどれ。あ、これもですね。じゃあどれが当たるかいきたいと思います。じゃあまずはメインのね、さんから見ていきたいと思います。これですね。お、ピンクだ。あーあーあー、すごい、なんかレア感満載な、キラッキラのね、すごいのが出てきた。やばい、これ欲しいやつじゃないかな。これマリリン・モンローをもじってますね。マニュリン・モンローっていうのかな。うわー、嬉しい。以前ね、私このイチゴ当たったんですよ。このディスコドゥドゥっていうところの。やばい、これね、ずっと狙ってたんです。これもシャネルもじってますね。うわー、かわいい。うわー、かわいい。あー、シャネルの香水をパロディしてますね。めっちゃかわいい。うわー、これやばいですね。これはウルトラレア？出たー！ウルトラレア出た嬉しい。うわー、来ましたね、これ来ましたね、今回。え、他のもちょっとレア感あるのかな。何色だろう。お、ピンクだ。すごい綺麗なピンク、高級感漂ってる漂ってる。そしてスプーンはいつもゴールドかシルバーなんですけど、これはね、一緒みたい、ゴールドですね。はい、かわいい。そしてスライムの香りの元、今回は何の香りかな。お、透明ですね、色は。じゃあちょっと香りたいと思います。
くっさ、なんだこれは。花だ、絶対花だ。食べ物じゃないこれ、絶対違う。これかこれだ。でも絶対バラじゃない、これだ、君だ。あー、香りだけが残念。あなたきつすぎるわよ香水。あなた香水きつい。でこの花はね、いい匂いだと思うんですけど、ちょっとそれをイメージするとちょっとこうなっちゃうのかな。あら、臭かったわー、こだけに臭いわー、これ臭いですね、ちょっと残念。いや、この隣のこれも気になるんですけど、何これ、これちょっと気になりますね。これは多分コーラですよね、醤油じゃないよね。ではスライム作っていきます。まずこれはここですね。わお、この中に元を入れてスライム作っていきます。立つのかな、あ、立った立った。まず計量カップ2杯水を加えます。そしてあんまりね、ちょっとこれ入れたくないんですけど、今までの香りが良すぎてちょっとこれね、入れるのためらうんですが、加えたいと思います。5滴も、5滴も。案外こうね、スライムになったらいい匂いするかもしれないので、ちょっと、はい、5滴。今回見やすいですね、容器が。そして、あー臭いわ。この中にユニコーンフードを混ぜたいと思います。今回のスライムのカラーは1色しかないみたいです。お、色が出てきてる。そして蓋を閉めて、しっかり蓋を閉めてシェイクしたいと思います。わー、漏れてる。これね、しっかり蓋押さえてるんですけど、ちょっと今回ダメみたいですね、この子。なんとか、なんとか作ろう。ちょっとね、締まりがここ悪いですね。しっかりね、はまらない感じ。やばいやばい、飛んでる飛んでる。10分間放置したので触っていきたいと思います。果たして固まっているか。ちょっとハプニングはあったんですが、これね、蓋がうまく閉まらなかったですね。これちょっと合わなくなってる。お、できてる。匂い、あー臭い、これ臭いやばい、これやばい、これちょっとやばいですね。今までにない匂いですね。今までがちょっと良すぎちゃった匂いが。本当にこれいい匂いだったんですよ、いちごとか。わー、色はね、すごい、色味はめちゃくちゃ綺麗ですね。これ何色っていうんだろう、ちょっとピンクでもオレンジでもないような感じですね。赤でも、赤ではないな。で今回ラッキーなことにウルトラレアだったので、この袋が2個ある。どうしよう、ちょっと半分ずつやってみようかな。1個はこれに入るだけの量でちょっとカラーチェンジしてみようかな。余っちゃうんですよね、これ。このぐらいかな。わー、なんかすごいキラキラついちゃった。何これ、トッピングになっちゃったこの頭の部分がね、すごいキラキラついてしまいました。まあ可愛いのでいいです、大丈夫。 OKOK。 じゃあこっちを、この初めてね使うこのユニコーンスパークル、これでいってみたい。このユニコーンマジックにも3段階あって、レギュラー、レア、ウルトラレアってなってます。で今回はこのスパークル、ウルトラレアのスパークルとレギュラーの島入ってます。こんな感じですかね。わー、すごい、スパンコールみたいなトッピングが入ってます。めっちゃかわいい。あ、スパークルってそういうことなんだ。わー、かわいい。じゃあ2個、これ2個使っても全然いいですね、分けなくても。あ、スパンコールだ。ちょっと柔らかいかなと思ったんですけど、刺さるんです、スパンコールだ、痛い星型だからめっちゃ痛い。わー、かわいい。あ、いいですねこれ、めっちゃいい、お得感があります。いやー、
手までスパークル、手までスパークル、取れない取れなくなっちゃった。よし、じゃあここにこのユニコーンマジックをねかけてみたいと思います。わあ、これもなんかちょっと高級感ある。いつもとなんか違う気がするな。わあ、すごい、めっちゃ綺麗。わあ、めっちゃ綺麗、めっちゃ綺麗。おお、ちょっとね光り輝く感じになってます。すごい大量に入ってる、これトッピングが。わあ、すごい。またこっちもね違っていいですね。やっぱ最初より綺麗綺麗、すごい綺麗になりました。うわぁ、夢皮ってやつですね。夢皮、かわいい。はい、できました。スライムシューの完成。かわいいけどつくあと一番気になるのが香り。臭い、めっちゃ臭い。はい、ということで、あ、今回やってなかったわあれを。お、今までで一番いいかも。ラインナップをね見た時から密かに狙ってたこの子ゲットできて今回は嬉しかったです。本日もご視聴ありがとうございました。